日ごとの糧、2023年7月4日。堅固な思いを、あなたは平和に守られる。あなたに信頼するゆえに、平和に。イザヤ書26章3節。私たちとあなた方とをキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。コリントの信徒への手紙第2、1章21節。私たちは頑張って絆を確実なものにしようと思っても、なかなか思い通りにはいかないものですね。抑圧的に、武力とか暴力で関係を堅固なものにしようとしても、そこには平和の深まりがないので、やっぱり絆というのは確立できないですね。平和による絆の深まりというのは、相互に対する信頼関係や、愛による尊敬がなければ進んでいかないものですものね。お互いが深く結びつき、平和のうちに関わりを深めることができるためには、神様の愛、あるいは神様からの愛が必要だと思うんですよね。心の中に神様からの平安、神様からの愛が常に届けられていると信じることができる人は幸いな人だと思います。そしてそれを実感し、自覚しながら生きられるとしたら、そこには堅固な絆が、神様との絆についても、人との絆についても確立することになるんだと思うんですよね。リビングバイブルの訳で、イザヤ書の26章3節4節は、こうなっていました。神を信頼し、いつも主のことに思いを馳せる者を、神は何の心配もないように守ってくださいます。どんな時でも、神である主に信頼しなさい。あなたの永遠の力は、主のうちにあるからです。大変わかりやすい訳だなと思いました。絆を作る、あるいは絆を結ぶ、絆を深める、そのことのためにはやっぱり平和と愛がどうしても必要ですね。そしてその平和と愛は、イエス様によって作られるもの、あるいは神様が心の中にお与えくださるものなんだと思うんですね。そしてその平和と愛をこう維持するというか、維持する努力というのはやっぱり必要だと思いますし、そのためにも、聖書の言葉をこう受け取りながら、聖書の言葉を当てにしながら、一歩一歩、毎日毎日丁寧に生きていくことが必要なんだと思うんですね。絆と愛が深まるように、そしてそこに平和がもたらされるように、そんなことを願いながら、祈りながら、今日も一日歩みたいと思います。どうぞ元気にお過ごしください。イエス様との絆は常しえ Jesus.